はい、こんにちは。今度は1号箱穴の、様子を見に来ました。これね、正体は分かりました。タヌキですね、これね。で、キョンが、椎茸のね、ここで分かったことは、キョンがね、椎茸を食べに来てるっていうのがね、このね、ここにある椎茸のキョンがね、つまんでるっていうのがね、トレイルの方で分かりました。ここは相変わらず、場所がねいいと思ったんだけど、キョンしか来てないですね、今のところね。ここもね、仕掛け待ちの状態で、まだ何にも仕掛けが入ってない状態です。で、誘引から始めて、イノシシがね、箱穴の方に入る、まあ近づいてきて入り出した頃から、仕掛けを張ろうかなと思ってるんですけど、今現状ね、なかなか今そういった状態に今なってないですね。これを仕掛けたのが、多分ね、12月の初めの頃ですね。12月の6日ぐらいですかね。で、今まだ、イノシシが誘引されていませんね。一応ね、またこうトレイル置いてあるんですけど、このトレイルをの SD を交換して、今ね帰りたいと思います。1号箱穴の状況はまだそんな状況で、稼働してるっていう状況ではないですね。それではまたね、もし映ってるようであれば、何か映ってるようであれば、また動画の最後の方に、入れたいと思います。それではね、またはい、こんばんは。ここからは、映像を見てね、話していきたいと思います。1号箱穴として、イノシシのね、通り道のところに仕掛けたつもりなんですが、どうやらね、道の方を変えられてしまったようで、現状ね、毎日まあタヌキのこれオスとメスだと思うんですけど、こういう状況になってます。それでね、今日は皆さんに、質問があります。トレイルを見てて分かったことなんですけど、タヌキがね、やっぱり一度来てしまうと、ずっとその縄張り意識っていうのかな、縄張り的なもので、そこへずっといるんですね、本当に。で、まあ夜な夜な、まあこうやって出てくるわけなんですけど、皆さんに質問っていうのは、現状この箱穴については仕掛けをしていないわけなんですけど、映像を見てもらっても分かる通り、タヌキ箱穴の中にとりあえず入ってて、大きさのが一応2頭とかだと、多分この檻の中からおそらくかかった時に出らんないと思うんですけど、これを仕掛けを
ね、1番、質問します。1番、仕掛けを張った方が良いのか。ね、タヌキを捕獲するために。2番として、小動物用の箱穴を設置した方が良いのか。それとも、何もせずに、タヌキも来させといて、余計なものをさらに置かないようにして、このままね、イノシシが、来るまで待った方が良いのか。それぞれね、これ、皆さんのいろんな意見があると思います。で、この1号箱穴の他にも、現状でね、ファーレ朝日の、人に人気のある箱穴のところでもね、やっぱりね、タヌキがやっぱりつがいでペアで、来ちゃってるんですよね。で、皆さんトレイルを持ってる方は、承知してると思うんですけど、必ず、ドイツ種しか映らないっていうのが、やっぱりこれトレイルをね使って分かったことなんですけど、今キョンが映ってる状態ですよね。で、ここにアライグマだとかタヌキだとか、イノシシだとかっていうのは、絶対に、ドイツでね、映るっていうことがないってことがね、もう前々から分かってたんですけど、皆さん方は本当に、もしね、これ自分の箱穴だったら、こうやって夜な夜な来るタヌキを先にやっぱりこれ捕獲しなくちゃいけないのかとか、まあいろんなね、意見が、いろんな意見といろんなやり方がまたあると思われます。コメント欄に、書いていただけると非常にありがたいと思います。今こういった箱穴は2つになっちゃってるので、さあどうしましょうと。このね、もう明らかにこうやって今、仕掛けが張ってない状態ですんで、これ多分この状態で扉が落ちれば、おそらくまあ2つは取れてると思うんですね。で、必ずペアでなんか来てるみたいなんで、こういう状況でね、まあ皆さんだったら本当にどうするのかっていうのはね、ちょっと悩ましくね、思います。キョンについては一応ね、トレイルで確認して、出入り口だとかっていうことがね、少し分かったんで、そこのところに、くくりをつけてみて、果たして、どうだろうかっていうことをね、ちょうどね、箱穴の今見てる感じの右手の斜面のところですね、そこが上り下り口になってるようなんでね、そこへ仕掛けてみたいと思います。本当にね、こういう箱穴が今現状でファーレ朝日の両扉と2つちょっとね出来上がってるんで、いやー、これなんとかしないと、同一でね、イノシシの方が強いから、イノシシが来ればどくのかと思ってたけど、なんだか一応タヌキがね、陣取ると他のものがね出てこないっていうのがね、よく分かったので、今回は、皆様方に、質問っていうことで、お願いします。